はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。皆さんコールドウォーのベータプレイされてますでしょうか。今日はですね、そのアルファ版からベータ版にその何が変わったかをちょっと軽く説明して、で僕の、まあ、現状の感想をねちょっと話そうかなと思います。今回のベータはですね、アルファ版の頃からその細かいバグ修正だったりスライディング修正、まあ本当細かい部分の修正と、あとまあ詳細な設定類ですねが追加されたことと、あと新武器が2種ですね、 AR、SMG 一つずつと、新マップが一つ追加されてます。まあ今後もまたね、こう毎日のようになんか新しいルールだったりだとかモードが追加されるとは思うんですけど、まずシェア格ですね。これは皆さん本当望んでた方々が多いと思うんですけど、シェア格小淵が変更できるようになりました。まあ120まででしたかね。今までの COD はね、まあコンソール版はずっとねシェア格は変更できなかったので、まあこれはまあ PS5 PC 版に合わせて PS4 版でもまあ変更できるようにはしたという感じですかね。そしてスライディングキャンセルについてなんですけど、スライディングキャンセルは、アルファ版でまあ問題視されてたんですが、モダンオーフェアのような、しゃがみボタンをこう2回押しするだけで、まあ、簡単にスライディングキャンセルというのが、まあ、できなくなってます。まあ、最後までしっかりとスライディングしきらないと、いけないんですけども、そのスライディング中に ADS を B 方向みたいに挟むことによってスライディングキャンセルができます。でその ADS を挟んだ状態だと、まあ、最後にこうしゃがんだ状態なので、最後にこう丸ボタンか×ボタン、まあ、しゃがみボタンかジャンプボタンでまあ立つ動作を入れると、まあ、綺麗なスライディングキャンセルがまだできるようになってます。でさらにね、なんかジャンプしてからスライディングするとなんかちょっと加速したりだとか、まあ、新しい、移動方法も発見されてるみたいなので、これはまた製品版とか来週のベータにまたどんどんね新しいテクニック発見されるんじゃないかなという状態ですね。そして武器関連はですね、まあタイプ821だっけ、 SMG の2番目の SMG がすごくねアルファ版でも猛威を振るってたんですけど、それも、まあ、弱体化されたんですけど、まだ全然強いですね。で SR は、まあ、結構大幅に弱体化されたのかな、覗き込みが遅くなったのかな、ちょっと僕まだ使ってないのでわからないんですけど、まあでも弱体化されても、まあ、どれも強いですよ。うん、強いので、どの武器も強いので、武器バランスに関してはそんなに気になる点はなかったですね、プレイしてて。そして背景に流れているゲームプレイはですね、まあ、ちょっと前に追加された、大人数ルールの、モメンタムっていうルールになります。ここも、そしてプレイしてるのは新マップですね。まあ、かなり草マップで、草マップじゃないですよ、草マップですね。まあ、なかなかのいい視認性のマップなんですけども、このモメンタムっていうルールは、ワールドアットウォーっていうその日本で発売されなかった COD の頃に、まあ、追加されてたルールで、まあ簡単に言うと、まあ拠点を5連続取ったら勝ちっていうルールなんですけど、なかなかまあ打ち合いがハードポイントとかヘッドクォーターのように、まあ、多くてかなり面白いルールになってます。そしてここから正直な現段階での感想を話そうかと思うんですけど、一言でまず言うと、PS4 の性能の限界を感じてます。このゲームが。まあ、このゲーム、そのコールドウォー、ブラックオプスコールドウォーというゲームは PS5 と PC 向けに、それを基準に作られているんだなっていうのを、まあ、プレイしてて実感しました。なぜそう思ったかっていうと、やっぱりフレームレートと、グラフィック面ですかね。これは僕のせいかもしれないですけど、っていうのも、まあ、このコールドのベータをプレイする前に、まあ、かなりずっと最近 PC 版の COD をやってるんですよ。画質とフレームレートが、まあ、そちらの方が高いので、まあ、それに慣れてしまったから、すごくこう PS4 版のコールドをやってて、フレームレートが低いなとか画質が低いなって思ってしまってるのかもしれないんですけど、でも逆に考えればこのゲームは本当 PS5 と PC 向けに作られてるから、まあ次世代機のクオリティでプレイするのがすごく楽しみだなとは思いました。そして皆さんがね待ちに臨んだ視野角の変更もなんですけども、やっぱ視野角を広げるとちょっと画質、グラフィックとフレームレートが落ちてると思います。というか、まあ、設定の欄にも書いてあるんですよね。これを視野角広げると、パフォーマンスが落ちる場合がありますっても書かれてるんですけど、まあ、そこは、まあ、PS4 の性能では仕方ないのかなと。まあ、今まで PS4 版の PS3 とか PS4 版で視野角が変更できなかった理由がそこにあるのかなとは思いました。まあ、単純にね、画面に映ってる部分がね、広がりますからね、まあ、その分、なんでしょう、まあ、処理が負担が大きくなるから、まあ、ここは PS5 と PC 版に期待ですかね。
僕 PC 版は、視野角100でプレイしてるんですけども、この PS4 版のコールドをね、視野角100でプレイしたらね、なんかすごくプレイしにくかったんですよね。で、まあ、現在このゲームプレイも100でプレイしてるんですけど、PS4 版、個人的にですよ、 PS4 版は、まあ、上げても90ぐらいまでかなとは思いました。本当に自分でも明確な理由はわからないんですけども、まあフレームレートがあんまり出てないからなのか何なのか本当にわかんないんですけど、プレイはなんかちょっとしにくかったんですよね。まあ本当にフレームレートがあんま出てないせいなのか、僕は単に PC 版に慣れてしまっただけなのかわからないんですけど、まあ次のベータでは PC 版がまあプレイできるということで、まあ僕はそっちでちょっと遊んで確かめてみようかなと思います。すいません、最後にもう一つだけありましたね。エイム曲線が変更できない点ですね。モダンオフェアでは、標準、リニア、ダイナミックっていうエイム曲線が、ね、変更できたんですよ。3つの選択肢があって。で、その中でも、そのダイナミックが、まあ、一番人気で、まあ、海外プロだったり日本のプロも、まあ、全員ほぼほぼダイナミックにしてるんですよ。今までの COD はそのまあ、エイム曲線の変更なんていうものはもちろんなくて、まあ、いわゆる標準エイム曲線だったと思うんですけど、まあ、コールドも標準だと思うんですよ。それでもモダンオフェアのね、ダイナミック曲線っていうのはものすごいやっぱ、操作しやすくて、僕もそれに慣れてしまったせいで、そのコールドでエイム曲線が変更できないっていう点がすごくね、ちょっと、まあ、プレイしにくいなっていう思う要因の一つになってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、海外プレイヤーもものすごいダイナミックにしてる人は多いので、まあ、ここは製品版とか次のベータテストで、まあ、変更される可能性はね、十分にあると思うんですよね。もうアクティビジョンにメール送りましょうかね。エイム曲線変更してくださいって。以上が僕の正直な感想になります。まだベータテストですからね。まあ、次回のベータテストと製品版で本当、まあ、さらにね、細かい修正も入るでしょうし、まあ、僕がすごく気になってる点っていうのは、まあ、グラフィックだったり、フレームレートなので、まあ、次世代機とか PC 版になったら、そう解決するような問題だから、まあ、そこは逆にね、非常に楽しみになりましたね。というわけで、お疲れ様でした。皆さんの感想もぜひコメント欄で教えてください。COD クリエイターコードのグリでもぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。